皆様こんにちは。レック専任講師の岩田美希です。それでは、今日はこれから FP 資格を、目指す皆様に、FP の資格の概要や、試験制度の内容などをお話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、FP って何かということですけれども、FP はファイナンシャルプランニング、それからファイナンシャルプランナー、この2つの意味合いがあります。ファイナンシャルというのは、経済上のですとか、金融の、そういった意味合いですので、ファイナンシャルプランニングといいますと経済、的な計画を立てる、ファイナンシャルプランナーといいますとその計画を立てる人、こういった意味合いになります。で、FP の資格って、今非常に、人気の高い資格なんです。お金に関することを勉強する資格、これが FP なんですけれども、例えば、金融機関、銀行ですとか信託銀行、それから証券会社、こういったところで、勤務をしていらっしゃる方、それから生命保険会社、損害保険会社、あとは不動産関係のお仕事、こういうお仕事をしている方は、もう FP の資格って必須なんですね。ですから、そういったところに、就職をしたいと、考えていらっしゃる学生さん、就活のためにも FP の資格って、取得しておくと本当に有利です。それから、お金に関して勉強する、そういう資格ですので、お金って、誰にでも関係がある、ものですし、誰でもこの人生の中で、お金の計画を立てながら、お金に苦労しないように、そういうふうに、設計をしていく、社会人の方でも意外とお金についていろいろなことはあんまり知らないという方多いんですね。ですから FP の資格は、社会人の方の、リスキリングにも、非常に適した資格だと思っております。じゃあ FP、ファイナンシャルプランナーって、どういうことをする人なのかということですけれども、はい、こちらをご覧ください。ファイナンシャルプランナーというのは、このライフプランに対してアドバイスをしていく、これが FP の、仕事なんですね。ライフプランというのは生涯生活設計、つまり、その方の、将来の夢や希望を計画、こういうことをきちんと計画を立てていこう、これがライフプランなんです。で、ここにライフデザインという言葉がありますけれども、これは、その方その方によって異なる価値観です。人が幸せに生活する、そのためには生きがいですとか健康、それから、お金、経済的なもの、これは必要です。生きがい、これ、人によって何が生きがいかというのは違いますよね。親しい方がいるですとか、それからライフワークがあるとか、仕事が生きがいということでもよろしいと思いますし、のんびりと、安心して生活をしたい、これも、生きがいの一つだと思います。で、こういった、その方によって価値観が異なる、これがライフデザインです。このライフデザインを生かしつつ、将来のライフプランをこう立てていく。で、一方、ここにライフイベントという言葉がありますけれども、この、人の一生の中でですね、誕生から成長、自立、成熟、老後、そして相続と、この中で節目節目で、例えば子どもの教育費ですとか、自立して、結婚をしたい、その結婚の費用ですとか、マイホームを購入したい、マイホームの取得資金ですとか、節目節目でやはりお金のことはきちんと考えなくてはいけない。で、こういうライフイベントを考慮しつつ、ライフプランを立てていく。その中で FP というのは経済的な面、お金に対して、ファイナンシャルプランニングをしていく、これが FP の、仕事なんですね。で、私も FP になって、もう20年以上経ちますけれども、こうお客様にさまざまアドバイスをさせていただく、そうするとやはりお金のことですから、あ、そのことは知らなかったですとか、今これを知って、これから、
本当に助かったですとか、これからの人生でこの知識を役立てていけることができる、こういうふうに、まあ、おっしゃってくれる方が多いんです。ですから FP というのは、非常にこうやりがいのある仕事だと思っておりますし、また、ご自分で FP の、勉強をすることによって、自分のライフプランをきちんと立てることができる、経済的に、きちんと計画を立てて一生涯お金に困らず暮らすことができる、ですから FP というのは、もう年齢を問わずさまざまな方に、取得していただきたい、勉強していただきたい、そのような、資格だと思っております。で、FP の資格制度がどうなっているかということですけれども、FP の資格は今、国家資格の FP 技能士、という資格、それと民間の AFP、CFP、この資格、国家資格と民間の資格、この2本立てに、実はなっているんです。はい、こちらの方に、まあ、CFP ですとか AFP、それから1級 FP 技能士、2級3級 FP 技能士と、いろいろな FP 資格が、書いてありますけれども、右側の、1級 FP 技能士、2級 FP 技能士、3級 FP 技能士、こちらが国家資格の FP 技能士、という資格です。まあ、厚生労働省管轄の資格ですね。で、一方、左側の AFP、CFP 資格、こちらは、まあ、日本 FP 協会、というところが行っております、民間の資格なんですね。で、まあ、AFP、CFP ですと、AFP 資格が FP の普通資格、そして、CFP 資格が、民間では、一番上級の資格になっております。で、FP 技能士の方ですと、3級が、初級資格、2級が、普通資格、そして1級 FP 技能士、こちらが、国家資格の、もう最高峰の、資格となっております。で、じゃあ、この国家資格と民間の資格どういう関係があるかというと、試験は、3級でしたら3級 FP 技能検定を受験します。2級でしたら2級 FP 技能検定を受験します。で、合格をすると3級2級 FP 技能士ということになるんですけれども、2級を合格して、それから、こう日本 FP 協会が指定する認定研修を修了している方は AFP に登録をすることができる、これは日本 FP 協会に、まあ、入会をする、このようなイメージになります。そして AFP 資格を持っている方が CFP を受験することができる、このような国家資格と民間資格の関係になっております。ですから、試験としては、まず、3級 FP 技能士または2級 FP 技能士、その試験を受験して合格をする、これが、最初の目標だと思います。で、3級 FP 技能士というのは、これは特に受験要件はありません。ですから FP になりたいと思っている、いらっしゃる方は誰でも受験することができる。で、2級 FP 技能士は、受験資格として実は3つあります。まず3級 FP 技能士の方、まあ、3級 FP の試験を合格した方、これは2級 FP 技能検定を受験することができます。また、AFP の認定研修ですね、この認定研修って実はレックの2級合格のための講座なんですね。その講座を、受講して修了している方、その方は、3級に受かってなくても、2級 FP 技能検定を受験することができます。あとは実務経験等ってありますけれども、 FP に関する2年以上の実務経験、これは、例えば金融機関で勤務した経験があるですとか、税理士事務所ですとか、社会保険労務士の事務所で勤務した経験があるですとか、そういった何らかの FP に関する実務経験が2年以上あれば、その要件で2級 FP 技能検定を受験することができます。ですから、まあ、実務経験がない場合ですね、まず3級 FP 技能検定を受験して合格しても、2級 FP 受験できますし、
デックの講座の、この認定研修ですね、これを受講して、修了した方は、2級を受験することができます。もうそういったお仕事をしていらっしゃる方は2年以上実務経験があれば、2級 FP 技能検定を受験することができます。で、2級 FP、合格と、それから、認定研修の終了、これ合格してから認定研修受講してもいいんですよ。この2つの要件で、AFP に登録をすることができる、このような形になっております。で、3級2級、それから、CFP1 級、この、試験の水準はと言いますと、3級 FP 技能士、これは初級レベルですね。ですから、3級ですと、身の回りのお金のことが、その仕組みが、大体わかるようになる、このくらいのレベルです。2級 FP、それから AFP の中級レベルですと、自分のライフプランをしっかり立てることができる、または、親しい人、などで、ライフプランのアドバイスをすることができる、または、仕事で FP を使うという方は、やはり、この2級 FP 技能士または AFP 資格、これが、もう必須になっている。で、もう本当に仕事で、FP に関する、お仕事についていて、もうバリバリ FP の資格を使うという方は、上級の CFP ですとか1級 FP 技能士、こちらを目指していただければと思います。はい。で、FP というのはこのような、資格制度になっております。それでは FP でじゃあ具体的にどういうことを勉強するのかということですけれども、一言で言いますとお金に関するすべてを勉強する、ですから FP では本当に幅広く、お金に関するさまざまなことを勉強していくんです。で、かなり、幅が広いですので、レックの講座でも、6科目に分けて勉強していきます。こちらの方に、金融資産運用、不動産、ライフプランニングと資金計画、リスク管理、タックスプランニング、相続事業承継、この6科目がありますけれども、例えば金融でしたらば、さまざまな金融商品ですとか、どういった金融商品を選択すればいいのか、リスク管理ですと生命保険や損害保険の仕組みなど、タックスプランニング、これは税金の知識ですので、所得税、住民税、それから2級になりますと法人税なども学習をしていきます。不動産ですと、不動産を購入する際の不動産の見方ですとか登記簿の見方、あとは建築基準法などのさまざまな法律関係の規制、あとは不動産にかかる税金などですね。相続事業承継では、人が、亡くなった時の相続税、などの計算の方法や仕組み、それからライフプランニングと資金計画、こちらでは、ファイナンシャルプランニングをするその手法について勉強していきます。あとライフ、では社会保険制度ですね、健康保険ですとか雇用保険ですとか、それから公的年金制度、こういった社会保険制度についても勉強をしていきます。で、こういったさまざまなお金に関することを勉強する、これが FP なんですけれども、社会人の方でも意外とさまざまな社会保険制度あんまり詳しくないですとか、それから、所得税、住民税、収入があればそういった税金は必ず払わなくてはいけないですけれども、じゃあ所得税ってどうやって計算するんだろうと、詳しく知らないと、そういう方も多いと思います。FP の資格で、そういったことを、きちんとその仕組みから勉強していくことによって、これから確定申告をするときに、少しこれを知ってたから得をしたですとかね、あとはマイホームを購入するときに、そういった知識があったから、本当に自分の気に入った、マイホームを選ぶことができたですとか、
または、金融関係の知識で、投資をして、少し収益が上がったですとか、そういったさまざまな日常生活で使っていただく知識を勉強する、これが FP なんですね。ですから FP の資格、その勉強は、勉強すればするほど、その知識をすぐに生活上で使うことができる、このような生きた知識、役立つ知識を勉強する、これが FP です。社会人の方はもちろんですけれども、学生さんも、今からそういった知識を勉強していくと、世の中の仕組みがよくわかるようになる、このようなメリットもあります。それでは FP の、試験について見ていきたいと思います。はい、こちらには2級試験の概要とありますけれども、FP の試験は2級試験それから3級試験も、学科試験と実技試験、この2つがあります。これは同じ日に、学科試験が午前中、実技試験が午後実施される、というような形になります。2級ですと学科試験が120分、実技試験が90分ですね。で、FP の試験って年3回あるんですね。1月、5月、9月、その3回になります。で、ただ、3級 FP 技能検定なんですけれども、2024年度から CBT 方式の試験になることが予定されております。ですから、2024年4月以降であれば、3級試験はこの試験時期にかかわらず、いつでも受験できるような形になってきます。で、学科試験も実技試験も、6割以上の正解で合格になります。で、学科試験と実技試験は別々に合否を判定します。で、両方受かって初めて、2級 FP 技能士または3級 FP 技能士ということになるわけです。で、万が一、学科試験と実技試験、どちらか片方しか受からなかったという場合は、例えば学科試験に合格したという権利は、翌々年度末まで、ですから2年ないし3年ですね、翌々年度末まで有効になります。ですから次の試験で、ダメだった実技試験だけ、受験してそれで合格すれば、学科と実技が揃って、2級 FP 技能士、または3級 FP 技能士ということになります。で、気になる合格率なんですけれども、2級、FP 技能検定の合格率、ここでは、学科試験と実技試験、別々にこの折れ線グラフになっておりますけれども、学科と実技両方受けて両方受かる方、だいたい 30% 前後の合格率です。ただ6割の、以上の正解で合格ですので、その時によってばらつきはあるんですね、合格率に。高い時は、40% 程度の時もあります。また低い時、30% 程度、両方受かる方ですね、そのくらいの合格率になっております。で、3級 FP 技能検定、こちらは、初級資格ですので、学科と実技両方受けて両方、受かる方、だいたい 80% 以上、このくらいの合格率になっています。ですからまず、腕試しで、3級 FP 技能検定を受験されてみてもよろしいと思いますし、また今まで、経済のことを少し勉強したことがあるとか、そういう方は2級 FP 技能検定からチャレンジしても、よろしいと思います。で、FP に合格した後の、FP 資格の生かし方なんですけれども、もちろん、FP で勉強した内容は、日常のお仕事の中で、すぐに生かして、どんどんその知識を使っていただきたいと思うんです。で、仕事で FP 資格を使うという方は、いろいろな生かし方があります。企業内 FP、
金融機関、保険会社、それから不動産関係の企業、あと一般企業でも経理ですとか総務ですとか、そういった部署の方は、まあ会社の中で十分 FP の資格を生かしていただけます。で、まあ経験を積むことによってFP として独立をして活躍することもできる。で、その時ですね、FP の資格だけではなく、例えば税理士資格、それから社会保険労務士資格、こういう資格を取得していると、本当に幅広くいろいろな方に、まあ専門的な知識を含めてアドバイスをすることができます。ですから、まあ FP の資格は他の資格と組み合わせても、いろいろ使うことができる。例えば不動産関係ですと、宅建士の資格、これは必須です。FP の資格と組み合わせて、幅広いアドバイスをする。それから税理士資格、社会保険労務士の資格、それから、行政書士の資格、こういった、資格がですね、FP とつながりが深い、相性がいい資格であると思います。まあ、FP 資格の生かし方は様々ですので、日常生活に使うということから、本当に独立をして、FP としてバリバリ活躍をする、このようにいろいろな使い方がある資格、これが FP の資格なんですね。ですから、FP 資格に興味を持たれた皆様は、ぜひすぐに、これから FP の、学習を始めて、早めに合格をして十分にその資格を生かしていただければと思います。ぜひ、私と一緒に、FP 資格取得に向けて頑張っていきましょう。はい、それでは私からは今日はこれで終わりにしたいと思います。長い時間お疲れ様でした。